ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回からストーリーモードをねもうクリアした件、世界のコースをやっていきたいと思います。さあどれでいこう。普通に一番上からやっていったんでいいかな。セレッシャルスプリントスピードラン系、タイムアタック一発ネタ、タイムアタック、いけるかな。タイムアタック普通にしたけど、いきます。いきます。9999って書いてた？やば。え、そんなんなかったかな。なんかでも9が並んどった。え、待って。はい。あ、なに？ちょっとわけがわからない。なに？気をつけて。いいね。え、なんか死んだ。で、この×印が、その、誰かが死んだ場所ってことやろ？あ、この雲の上も普通に歩けるの。気をつけて。なるほど、そういう情報を出してくれとんやね。こう。はい。いけ。あれは一体、何の敵が落ちていきようかもわからんねえけど。おっと。あ、何？何事？上に行くの？上ってなんだ？飛び越していくの？あれを。とりあえず、あれか？こう、ジャンプしていけば。あー、何？もうびっくりする。無理だ。ゴー。スピード命。あ、こうなんか次々と道が開けていくの楽しい。あー、怖い。何事？あーっと、全然、もうちょっとや。え、あと4秒でたどり着けるん？あれ。制限時間20秒。とりあえず、いろいろと身を任せていけば、いけるってやつですか？あー、怖い！めっちゃ怖い！あー、なにー？上に行かんといかんのか。なるほど。ゴー。この最初から、せかされる感じの音楽ね。まあ、スピードラン系だから。怖いよー。は。あー、怖い、めっちゃ怖いんですけどー。なに？あ、ん？あれ、中間の旗じゃない？ゴー。ああいうスタンプみたいなやつってみんな、クリアした後で押し寄るんかな。あー、しかしスタンプでたまによく障害物が隠れてる。行くぜ。おー、気をつけてっていう、そのスタンプでよく見えなかったよ。わー、ちょっと、何が起こってるのかが全くわからんけれども、あー、びっくりしたー、届いてないと思ったよー、今、何があったの、今。全くわかんないんだけど、ぶつかったってこと？行くぜ。はい。いけ。あー、ちょっと待って。押せてないとかあります？どういうことだよ。は。よっ。あー、怖い。気をつけての文字でコースが隠れる。あー、おーい、いけるの。は。なに？あー、いけたの？うわ、なんか観客がいっぱいおる、ありがとう。なんか旗下の方めっちゃ隠れてるやん。マリオはどこ？コースクリアー！やったー、ありがとう、いいね。いいね。コースを初めてクリアしました。白いタンクトップを手に入れました。あ、そういうのがなんかゲットできていくんや。いいねを初めてしました。駆け出しロンパースを手に入れました。駆け出しロンパース。ロンパースって赤ちゃんの着るやつよね。なんだい、それは。
次、テーブルテニス in SMM2、スーパーマリオメーカー2ってことかな。え、これハードって書いてるよ。本人的にはハード設定ってことなのかな。よし、行こう。頑張ります。デビーさん。テーブルテニス、テーブルテニスって卓球よね。よし、行こう。なんか飛びよった、今。なにえ、あー、なんか。え、うん、なんか来た、後ろから。ちょ、待って、どういう感じだ。あれは待っとったらなんか、え、おらんなった。おらんなった。ね、怖い。あ、これで、あー、なんか跳ね返すってことか。じゃなかったら、なんかこの二つのやつがなくなるけん。ロック。ほ。へ。あ、これで打ち返していけるってことや。おー。うえい。怖い。あー、行ったんじゃない？あ、これで、やったー！そういうことや。ゴール？何？あ、自動的にすげえ。あ、すごーい！自動的や。なんて書いとんあれ。最後死んだよ。最後死んだよ。そういう感じ？いいね。へえ、すごい、面白い。面白い、いいね。ああいうみんなみたいなスタンプどうやってやるんやろ。ドスンに負けるな。Don't lose to slump。 わからん。わからんけど、多分ドスンに負けるなの英語バージョン。英語でドスンってああいう風に言うんや。へえ。え？日本の人か。はい、遊ぼう。かけっこ。よし、行きます。かけっこってことは、スピードラン系？一発ネタギミック。頭に何つけとんやろ？マンホールの蓋かな？こう。なに？こい。おー、そういう。いやー！ドスの方が早く行っちゃいかんってことなんやね。スイッチが押された。何最初に出てきたやつ？任天堂64。あ、怖い。ああ面白い。あ、中間。まあ別にあれか。こう、スピードランの、びっくりーそういう方向ね。これ中間からってことよね。ゴー。行くぜー。で、下に、リ。で、あとちょっと頑張ります。なるほど。はい。ひどい？なに？どういう、なに？どういう感じ？左に行かんといかんのあれ。壁キック？ゴー。これ、奇数とかないけどさ。どういう感じなん？何回死んでも、あの場所からってこと？あ、え、これどうやればいいん？ドッスンが向こうに戻るのを待てばいいんかな？よくわからない。よくわからない。向こうに戻っ、なんかスイッチだけ押してもらって、向こうに戻るのを待てばいいってことかな？あ！ダメですね。え、速攻で左に移るってこと？ゴー。あの途中のところ入れんのかな？あ、でもそこ行ったらあ、入れんね。行き止まりやったね。今のー、そういうことか！キャー！え、待って、こーわー、こーわー、ドッスン！あ、また中間や。待って。
でかくなった。ドッスン、でかくなった。おー、ゴールやったーえ、めっちゃ嬉しい。すげえ。みんなすごい構想思いつくね。面白い。いいね。面白い。なるほど。もしかしてこのコメントのところでスタンプをくれたりとかなんかな？オッケー。どれ？これか、スタンプ。面白ーい。すごい。すごい。私クリアしてなかったけど見れたけん。とりあえず全員に見れるようにしとこうっと。こんな感じ。この右側の人が、その、プレイした中で一番早くクリアした人ってことかな。やば、私1分27秒もかかっとるのに。あ、見て、私のコメント流れた。下にコメントっていうかまあ、ね、スタンプやけど。なるほどね。いやー、お、コメントを初めて投稿しました。マグナムキラーのシャツを手に入れました。ふんふんふん。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、私やっぱりさ、簡単とか普通とか関係なくスピードランは苦手なんだな。よくわかる。